はい。朝日川中央署専門家の懲役太郎です。ね、もう最近これになっちゃった。宝島セブンとかね、あの、田村一家とか言ってるのがもう中央署ってなってるの。おかしいぞ、これ。こんなことされるっていうのは犯罪者並みっていうことだよ。ね。まあ、これは何も総括もしない。何も言わないからこうなっちゃうんだよね。でも、あの、面と向かって言えないってことは事実っていうか、 こんなことないもん、他の警察で。異常じ、異常なことが、おかしいことが起こってる。で、私が、えー、知り得た情報っていうのをちょっと、あのー、話しするんだけど、まあ、警察官が、とちゅか、普通一人だけど、なんか複数この、えー、未成年者にこう、言い寄るっていうか、女の子を取り合うみたいな、なんか不良高校の、あのー、ダメな、あのー、 生徒たちみたいな話が、それが警察官だっていうふうに思うといいんですけど、もうその、ね、これね、もう全部わかってるんですよ。店の名前もわかってるし、相手の子もわかってるけど、今も旭川で生活しているっていうことだから、それ言ってっちゃうとすごい迷惑かける。その女の子が悪いわけじゃないから、その女の子は犯罪者じゃないので。 どちらかって被害者なんで、だけど、そ、これってある程度のこと言っとかないと分かんないですもんね。みんな言え言えって言うけど、なかなか言いにくいことがあるんですよ。で、これをやっぱり考えてた時にどういうことかって言ったら、その、 飲食店みたいなのがあるじゃないですか。そこでなんか、その警察官の集団が、集団って数人になるんだけど、かわいいねみたいな、それはいいじゃないか。そこに通うわけですよ。ご飯食べに行ったりなんかするね。うん、そういうふうになってで、足しげく通って、ってどっちかが、あの、そういう関係になると。ね。で、もう、あの、バイトみたいなの終わるまで待ってとか、なんか、警察官がやること で、そんなようなことしてて、まあ、認めるという形になる。ねで、そこからいろんなところに行って、そういうことがもうみんな分かって、知ってるんですよ、直近のところは。だこういうことをやってるわけですよ。でも、別れた後でも、その子はまた違う、ちゃんと付き合って、あの、普通の一般の生活してるわけだから、からこんなことを漏れるようなことをするんだ。 っていうことですねそ。その時が19歳なんですよ。19歳なんですよ。未成年なんですよ。ねえ。ねえ。で、もう一つ皆さんちょっと、この、えー、例の警察官が写ってるバーってあるじゃないですか。ね、あれで写真が出てるわけですよね。であれ貸し切りなんですよね。 多分、おそらく、警察の人たちは、信用して使ってるのか、あれは誰が撮った写真なのかっていう問題はありませんまあ、警察が持ってる、例えば、リコが撮った、警察官が撮った、リコのところに転送する、リコが、あの、周りに配った、あるいは隠し撮りっぽいような写真もある、っていうようなことになる、あの店に、 名刺がいっぱい置いてあった。あの店に置いてあったっていうことですよね。で、他でも、その、川の、えー、警察官の名刺っていうのはあるんです別にそれが変なわけじゃないので、あの、例えば、被害があって、えー、相談すると、当然名刺を出すから渡されるってこともあるわけですよね。あるわけですよ。うん。で、一つ、 こういうこととは別であったのがその赤、あ、中央署の不思議っぷりっていうのがあるのは、あるところに、その、まあ、やぶ、や、まずいことをやって、薬物関連で逮捕歴がある人間があって、騒ぎ立てる、何する、で、その人間が、えー、おそらく、えー 生活相続の不正受給をしている車がある屋根なんなれっていうことを通報しても取り合ってくれなかったとかっていうこともあるんですもう具体的に名前が出てるここのここで。で、その当該の警察官の名刺もくれてるわけですよ。でもそれが悪いわけじゃないですね。その警察官はちゃんとやっているんだけど、どうも検察のところに行った時に検察が起訴しないとか。 だから、警察だけじゃなくて、検察官もなんかおかしくなってるのかなみたいなこともあるんですね。うん。あれれれれっていうようなこともあるんですよ。うん。不思議なことがあるんですよね。そういうようなことも。うん、ここがね、えー、なんとも言いにくいというか、検察まで火の粉をね、 あの、飛ばしたくないわけですよ、私も。なんか、そうそう、本当に陰謀論チックになっちゃうんで、なんだかなっていうのはあるんですけど、うん、そうなんですよね。こういうことの連絡が結構多くって、もう具体的に、あの、連絡があるわけですね。例えば、うん、もう、何の罪で、うん、 うんもう具体的に何の罪でやって何がなってって、前科があるのにも、えー、暴行とかで逮捕されたんだけど、不起訴になっちゃう。警察は逮捕したんだけど、検察が不起訴になる。その後も窃盗でも捕まりましたが、示談になって、普通に生活してる。 でも、その人は生活保護を受けているのに、自己破産をしたり、生活保護を受けていて、自己破産。うん。車を他人名義で所有したり、好き放題やってる。で、使用者にあ、市役所に通報しても生活保護を打ち切られることもなく生活している。うん。で、警察、暴行事件の時に警察さんの人は、まあ、親身になやってくれたんだけど、検事がやる気がない人に当たったらしく不起訴になった。 っていうようなことを、この、っていうか、そのことが本当に正しいかどうかは別として、もう今回みたいなことが起こると、一気にやっぱりなって、そう思っちゃったっていうことですね。警察に対する不信感が。うん。ねだから、今見た、今回みたいに、カムイコタンの事件で、内田 被告がね、警察とかと繋がりがあるからこんなことになった。じゃあ他のこともそういう犯罪者と繋がりがあるんじゃないかっていうふうに思えてしまうんでっていうことを言われてしまうということです。わからないですよ、私はそのことを。うん。という懸念が市民の中で渦巻いているということなんですね。今、現状が。うん。ねえ。よくないよねっていう話です。だから、前段にも言ってるように、 一般の人たちの警察官が仲良くなったり、そういう関係を持っちゃいけないなって言ってるわけじゃないですよ。適切に普通になんでそこに、その店に足しげく通って、くどき倒して、うん、多分えー、結婚してるんですよね。不倫の状態で。うん。ね、どんな、うん、だからここがすごく迷っちゃう。うん、これ、いや、そう、女の子にしてみたら、うん。 っていうことなんですね。こんな話はいっぱいあるんですよ。で、私これ、相、相手にしなかったっていうか、取り上げにくいなって思ってるわけですよ。こういうことって。だって、ヨタ話みたいじゃないですか。なんか適当に作った。でも、どんどん出てくると、そうでもないんだなって。これ、朝日課中央署に限っては、それって、ほとんど正しいんじゃないかっていうふうに思えてならないっていう話です。以上です。 はい、皆さん、最近、チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は、漫画、極道学楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね、URL 貼っときますんで、あの、電子版なんです。ね、本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、 タブレットや携帯で見れるってすごくお手軽でリーズナブルになっております。そして、超液太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。